松田学です。ウクライナ情勢につきましてはですね、このチャンネルでもいろんな方のご意見をご紹介してきたんですけれども、今回は少し歴史的な視点に遡ってですね、なぜこういうことが起こっているのかとかですね、そのあたりを中心に、いつもこの当チャンネルでも、世界史の観点から、歴史的観点からいろんなことを、述べていただいている、茂木誠先生にですね、今回は歴史の講座ということでですね、本職ですね。本職の方でお願いできればなと思っておりまして、はい、で、先生、あれですよね、この、近現代史という、グローバリストの近現代史、はい、どうぞご紹介いただければ。はい、ですね、はい、最近話題のですね、はい、グローバリストとは一体誰か、はい、なるほど、はい、DS とは誰か実名入れてですね、ズバリで、幅もですね、大体アヘン戦争、明治維新の頃から2つの世界大戦、はい、そして直近のアメリカ大統領選挙まで、はいはい、まあ、様々な動きの背後にいた勢力について、うん、ざっくりまとめた本です。で、私とですね、カナダ在住の歴史家の渡辺聡輝先生との対談ですので、初めての方でも非常に、敷居が低い、わかりやすい内容になっていると思います。はい。なるほど。そう続きまったので、よろしくお願いします。はい。ぜひお読みいただければと思います。はい、それで早速なんですが、はい、どの辺から始めましょうか、ウクライナ情勢。そうですね。はい、そもそも、ロシアがですね、ウクライナを兄弟と呼ぶ理由からいきましょうか。なるほど。はい。兄弟という。兄弟という。うん、兄弟なら喧嘩しちゃった。そこが謎ですよね。プーチン大統領は、はい、ウクライナのは別に悪くないと、そのウクライナの中にいる悪い奴らを、いわゆる彼が言うそのネオナチをやっつけるために攻め込んだから、ね、だから一般のウクライナ国民は大歓迎してるはずですよね。だったら。うん、そうですね。ね。そうですね。ところが、そういう映像が出てこないじゃないですか。出てこないですね。東部のね、独立の人たちよそうだけども、はい、で、何、首都キエフでなんで戦うんですかって話で。そうなんですよね。うん、そこが謎じゃないですか。確かに。うん、だから、まあ、プーチンに代表するロシアの見方と、ウクライナの一般の人たちの見方が、これかなりギャップがあって、うん、それが今回の、まあ、僕は戦争と思ってますけども、この戦争を、こじらせてる理由だと思うんですね。ギャップ。ギャップが。で、遡るとですね、確かに、ウクライナの始まりとロシアの始まりは一緒なんですよ。はいはい、はい。一緒で、はいはい。で、これがこのですね、あ、これですね、キエフルーシという国なんですね。はいはい、ルーシってロシアですよね。ルーシっていうのは、要するに、まあ、ロシアって意味ですから、まあ、もともとここが ロシアって言ったんですよ。ここがロシア。ここがロシアだった。ここがロシアだった。で、キエフはその都ですよね。はいはい。で、この国はですね、ちょうどこの黒海と、はい、それからこっちにバルト海があって、はいはい。その、ここに例のドニエプル川があって、その交易で栄えた、うん、まあ、商業国家だったんですよ。なるほど。で、この東ローマ帝国からキリスト教、はい、ギリシャ正教を受け入れて、はい、うん、で、はい、本当に文化が花開いていた。うん、ですが、突然ですね、殴り殺されるとですね。はい。はい、で、殴り殺したのがこっちです。モンゴルです。モンゴルがいきなり殴ったんですね。それで、本当にこれ滅んじゃったんですよ。うん、はい、うん。それで、モンゴルは日本にも来てますよね。鎌倉時代に。はい、で、原稿とか別に、ね、日本は、九州で頑張って、防いだんですけども、はいはい、平野なんで、うん、騎馬軍団来ちゃうんですよ。うん、なるほど。だから地政学的に非常に弱いんですよね。うん、なるほど。山もないし。あ、はいはいはい、なので、モンゴル帝国がですね、ここまで来ちゃったんですね。なるほど。はい。うん、で、これが、いわゆるその世界史の教科書に出てくる、キプチャク汗国、ね。あ、キプチャク汗国ありますね。はいはいはい、懐かしい名前で。はい、200年間ですから、うん、日本で言うと、鎌倉室町の途中まで、モンゴル支配。はい、うん、で、キエフ、
こうもう処刑されちゃってですね、はい、だからまあ日本で言ったら天皇陛下処刑で皇統断絶みたいな話で、うんうん、なるほど。それで大名レベルは生き残ったんですよ、はあはいはい、でまあモンゴルも領地が広すぎるから、うん、その直接税金取れるから困難ですから、うんうん、じゃあお前ら生かしておくから、うん、代わりに農民たちから税取ってこいって言って、うんなるほどうん、だからまあ日本で言うと守護大名は生きていて、うんうんうん、でモンゴルの藩に貢いでると、うんまあ、こういうことだったんですね。なるほど、ええうん、でところがですね、北の方にモスクワって町がありまして、はいはいはい、で、このモスクワを治めていたから、まあ日本で言ったら、まあ、例えて言うと、ええ、仙台の伊達みたいな感じなんですよ。なで、で、はいはいはい、これが非常にですね、まあ、うまく立ち振る舞って、うん、で、モンゴルに賄賂を送りながら、うん自分の勢力を伸ばしていって、うん、で、いよいよモンゴルが弱ってくると、独立を宣言するということで、ここに今度はですね、これ読み方は大公です、はいはい、モスクワ大公国と言いまして、はい、モスクワ大公国、モスクワ大公っていうのが、まあ、後のロシア皇帝につながっていく、はいはい、家系で、で、まあ、伝説的には、はい、キエフルーシの末裔って言ってるのはまだ分かんないです。それで、このキエフルーシの本体の部分は、はいまあ、モンゴルに徹底的にもう破壊されてしまってですね、はい、人口も減っちゃってですね、なくなっちゃう、なくなっちゃう、なっちゃったんですけども、そのモンゴル人にこう抵抗するこう組織が、武装集団がこうあって、はい、だからちょうどまあ、日本でいうと武士団の発生みたいな感じですよ。関東武士団みたいな感じで、はいはい、でこれをコサックって言うんですよ。ああ、これはコサックなんですか。これコサックなんですか。あ、これはコサックなんですか。だからコサックはそのモンゴル人遊牧民と戦うためにモンゴルの騎馬戦法を取り入れて、なるほど。だから見た目、ええ、例えば、頭反ってて、はい、弁髪なんですよ。あで、こうだけ、毛残して。はい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 、だ見た目モンゴル人なんでも、でも、ロシア人。っていう。あと面白いのは、コサックっていうのはですね、その、リーダーを選ぶときに選挙で選ぶんですよ。選挙で。だから、この頃から、はい、実はここは民主主義だったんですよ。なるほど。で、モスクワは独裁。はいはいはい、はい。こっからなんですよ。ああ。だからウクライナ人っていうのは自由を求めるんですよ。ああ、なるほど。独裁嫌いなんですよね。なんか自由のために命を落とせっていう国家になってるんですよ。そうそうそう。はい、うん。で、それはいいこと悪いことがあって、悪い点はまとまらない。まとまらないと。常に揉めちゃう。他のグループと、コサックの中で。なるほど。で、その、敵のライバルの他のコサックに対抗して、外国と繋がるっていう、これが悪いところなんですよ。ほうほうほう。あ、もともと、なんか今の状況にちょっと似てる。似てくるでしょう。そうですね。そうなんですよ。だから、歴史を勉強するとね、よくわかるんですよ。それで、このぐたぐたになってるところにですね、モンゴルに代わって入ってきたのが、ポーランド。ほう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 。ポーランド。で、なんか、ポーランドって今すごくおとなしそうに見えますけども、中世の後半のポーランドってむっちゃ強くてですね。なんかそうだったんですね。ヤゲウオ朝って言うんですけども、それでですね、なんとですね、あとね、リトアニアってありますね。ありますね。で、ポーランドの、女王陛下と、リトアニアの王様が結婚して、はい、これ合体するんですよ。うんで、連合王国になってですね、それで、で、強くなっちゃって、で、これがですね、ここにこう入ってるんですよ、ザーって。ほうほう。なるほど。はい、それで、ウクライナっていう言い方は、どうもこの辺りから始まったようで、はい、もともとウクライナっていうのは、辺境というらしいです。うん、ああ、そうですか。それで、まあ、コサックは一旦このポーランドの支配下に入ったんですが、はい、
で、ポーラン、だから今のウクライナ語ってすごくポーランド語に近いらしいですね。うーん、そうですか。はい。あの、ロシア語よりもポーランド語に耳で聞くと近いらしいです。なるほど。はい。ただし、宗教が、もともとキエフっていうのは、あの、ギリシャ正教だったので、はいはい、でポーランドはカトリックですから、はいはい、ここが合わないんですよね。なるほど。そうすると、また例によってコサックは、ポーランドけしからんと言い出して、独立運動を始めるじゃないですか。なるほど。で、ちょうどこの頃、モスクワが力を持ってきたので、じゃあ同じ正教だから、モスクワと手を組んで、ポーランドをやっつけようと言い出すコサックが出てきて、なるほど。これはあの、フメルニツキーって人なんですけども、それで今度、これがですね、はい、ここに手突っ込んでくると。はあ、なんかもう今と似てますでしょ、そうですね。あの、はいはい、西側と、そうですね。ロシア側に割れてるという。ね、その通りですね。こっからなんですよ、実はね。はあ、はい。なるほど。それで、結局このことによって、逆にモスクワがですね、はい、膨張しちゃってですね。うん、で、このポーランド領、ウクライナをじわ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 こう、削り取っていくと、こうなっていくんですね。あ、で、モスクワ大公はですね、はい、最初はそのコサックにですね、はい、お前たちの自由は今まで通り認めるとか言って、うん、その代わり我々のために戦えとか言ってですね、うん、でうまく利用して、まあ、傭兵にしてですね、うん、で、西はポーランドを攻め、うん、あと東はシベリアを攻めたんですよ。あ、シベリア。シベリア。だから、モンゴル帝国崩壊後、その空白になっていたところに、うん、このコサックがドワーンと攻め込んでいって、はい、で、あの巨大国家を作ったんで、だから今のロシアを作ったのもコサックなんですね。なるほど。だけど、もともと自由を求めるから、だんだんその、ロシアの国家体制が固まってくると、どんどん自由が削られていって、税が重くなってくると、たちまち反乱を起こすっていう、この繰り返し。傭兵でもあり、反乱の元でもあったということですよね。なるほど。ナポレオンを悩ましたり、ナチスを悩ましたのもコサックですよね。コサックですね。それで、はい、じゃあもうここからここはあのウクライナって書きますけども。はい。で、このウクライナがですね、モスクワイコールロシア帝国から、うん、独立をするチャンスがやってきました。はい。はい。それは何でしょう？はい。何でしょう？あ、忘れないですけどですか？わかりません。ロシア帝国の崩壊ですよ。ああ、その時まで。ロシア革命。あ、その時まで行くんですね。そうそう。はいはいはい、はい。あ、ちょっとね、ちょっと言わせるとかってね、実は、この、ポーランドっていう国は、非常に特徴があってですね、うんはい、ユダヤ人がいっぱいいたんですよ。はい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 。で、これは理由があって、その、ポーランドもモンゴルにもうボコボコにされてるので、人口が減っちゃってたので、で、その、ポーランドの王様が国土再建のために、外から移民をだんだんどんどん入れた。はいはいはい。で、特にユダヤ人がね、こっちの西ヨーロッパで迫害されてたんで、で、彼らは情報を持ってて、なるほどなるほど。金持ってるから、ユダヤ人ウェルカムって言って、で、ほとんど中世ヨーロッパで唯一、ポーランドはユダヤ人のですね、避難場所だったんですよ。ユダヤ人多いですからね、ポーランドには。はいはい。それで、そのポーランドが、このウクライナを支配していたときに、要するに、その、ポーランドの王様と、そのユダヤ人の、まあ、資本家、金貸しが結託していて、ウクライナの貧しい農民から税を取ってると。こうなったので、だからたびたび、そのウクライナでは、その、ポーランド出てきが起こると、同時に、ユダヤ人やっつけろっていうことが起こるんですよね。なるほど。ということなんですよね。うん、
で、これは、ロシアに併合された後も、ずっとそういうことが残っていて、はい、で、一番ひどかったのが、19世紀の終わりに起こった、ポグロムってやつで、はい、で、ポグロムっていうのは、破壊とか打ち壊しって言って、それで、いや、これはですね、ここを中心にですね、もう数百万人が犠牲になったっていうですね、ユダヤ人が。で、それを、ロシア帝国政府は取り締まるどころか逆に煽ったんですよ。つまり、ウクライナのその反ロシア官庁が、ユダヤ人に行けばいいと。なるほどね。いうことで、あとその、きっかけが、ロシア皇帝が暗殺されるんですよ。アレクサンドル2世って人が。で、その犯人にユダヤ人がいたってことで、ユダヤ人はテロリストだってなってですね。で、まあ、火つけたんですよ。で、この時に、ここに住んでいたユダヤ人が、大量にですね、アメリカに逃げていってですね。で、これが、結構アメリカで、地位を得るんですね。なるほど。で、有名なところで言うと、ミュージカルって、屋根の上のバイオリン弾きってあるんですね。あの話はその時の話なんですね。なるほど。はいはいはい。それからですね、この時に、ウクライナから逃げていったユダヤ難民がいて、ですね、ヌードルマンっていう名前だったんですよ。縫い物師って言って。で、大体ユダヤ人のミュージってその初級がつくこと多いんですね。それで、で、アメリカに行ってですね、あまりにもその、ちょっとユダヤっぽい名前はやめようってことで、名前を変えてですね、ヌードルマンを変えてですね、ヌーランドにしたんですよ。で、そのヌーランドの子孫が、今のアメリカの国務次官やってるんです。はいはい。なるほど。ビクトリア・ヌーランド。はいはい。ああ、なるほど。どこか聞いたと思ったんですけど。なるほど。あともう一人います。ブリンケン。国務長官ブリンケンのご先祖も、ここから逃げていったユダヤ人です。そうですか。ですから、今のバイデン政権っていうのは、そのユダヤ人がたくさん入ってるんです。これは別に陰謀論じゃなくて本当なんですよ。で、その何人かは、まさにウクライナ系ユダヤ人なんですよ。なるほどね。だから自分たちのことなんですよ、これ。ああ、なるほど。ええ。なるほど。で、話戻します。で、ロシア革命です。で、ロシア革命の時に、ウクライナが立ち上がって、で、独立をするんですよね。で、最初、レーニンは、もう、みんな独立しろと。で、帝政ロシアをぶっ倒すんだっていうことで、で、ウクライナもですね、こっちのね、アジア系の諸国もみんな独立しろと言ったんですが、その後やったことはですね、ロシア共産党政府ですね。はい。同じように、ウクライナにも共産党を作ると。ベラルーシにも作ると。で、その共産党政権が連合国家を作ると。これが、ソビエト連邦だと、こう言い出すんですよね。はい、はいはいはい。あと、もう一つここに今のジョージアのあたりが、ザカフカースっていう名前で、これに入るんですけども、かつてグルジアですよね。そうだね。だから、そのウクライナからすると、一旦独立したのに、またなんかロシアに飲み込まれちゃったっていうことですね、これ。なるほど。なので、西側の国に助けてくれって言って、それで、イギリスやフランスが、援軍を送るんですよね、ウクライナに。で、共産党の軍隊と戦うんですよ。だけど、この時もですね、途中で投げ出してですね、撤収しちゃうんですよ。英仏が。結局、ウクライナはですね、西側にからですね、見捨てられちゃったと。いうことになるんで。いつのことですか？これはロシア革命の時です。ロシア革命の時です。はい。いつも見捨てられちゃう。いつも見捨てられちゃう。なるほど。それで逆に、その、ロシア共産党から見れば、ウクライナを裏切ったなと。ね。外国勢力を引っ張り込んだなっていうことで、で、押し置きっていうことで、で、次のスターリンの時に、
ここからですね、うん、食料の強制調達をどん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 強めていって、で、人工的な、飢饉を起こすんですよ。うん、はい。ホロドモールと言いまして、で、もう来年まく種まで持っていっちゃうので、うん、もう村人はですね、どんなに豊作でも餓死するということですよね。そっちの方もすごいんですね、うん、スターリンというのは。すごいですよ。だから、ヒトラーがですね、アウシビッツっていう、施設の中でやったようなことを、スターリンは、これ全体でやったんですよ。日本の 1.6 倍の面積でやったってこと。これほどの犯罪がありますか？はぁ。なるほど。ただ、これは、他の民族もみんなやられてます。はい。で、人口が激減したところに、ロシア人が入ってくると。で、もともとね、その帝政ロシアの頃から、特にクリミアとかにはロシア人がいっぱいいたんですけども、はい、それにさらに加わってくるということで、だから、ホロドモール、松田先生、学生の時に教わりました、これ。ホロドモールっていうのは聞いてないですね。ないですね、乗ってなかったんですよ。乗ってない、乗ってなかったっていうか、今も乗ってないですよ。でしょうね。で、ナチェの犯罪をあれだけ教えて、ね、はいはい、なんでスターリンの犯罪を教えないんですか。確かにね。はいはいはい。うん、で、これはソビエト自体は一切なかったことになっていて。なかったこと。なるほど。うん、で、まあ、日本のね、学者っていうのは、ソ連を思いかかってですね。うん、ソ連。教えない。そうですよね。いうことだったんですね。なるほどね。だから、ソ連が崩壊してウクライナを独立してから、こういうことがあったって、そのウクライナ議会を正式にこれは、ジェノサイドだと言ってます。なるほど。なるほど。だから、今更ですね、ロシアにですね、兄弟って言われてもですね、ふざけんなってことですよね、これ。ウクライナ人に言わせると。ただあれですよね、ソ連の時代の政権の、例えばフルシチョフとかですね、ああいう人はウクライナ人だったし、まあ、ソ連の意思決定というのは相当ウクライナ人もかかってるはずですよね。そうです。だから、ホロドモールやったのはスターリンですね。で、スターリンの後継者のフルシチョフが、スターリン批判ってやるじゃないですか。はいはい、やりました、ね。で、スターリン間違っていた。やりました、やりました。で、はい、それで、まあ自分もね、もともと、この東部ウクライナの出身の、まあ彼はロシ、だから、ロシア系ウクライナ人ですけども、うん、だから、まあ、お詫びを兼ねて、だと思うんですよ。ああ、うん、なるほどね。で、それまでロシアが治めていたこのクリミア半島をウクライナに渡すと、いうことをやったのがフルシチョフです。ああ、なるほどね。はい、だスターリンとはちょっと別のベクトルを見てたんですね、やっぱりそういう意味で。で彼は非常に親ウクライナだったんですね。なるほど。うん、ただあれですよね、ロシアから見たらウクライナっていうのは、穀倉地帯でもあるし、軍需産業の中心だったしですね。あとは軍港がありますからね、クリミアにね。まあ、ソ連の中でロシアとウクライナって本当に一体みたいな感じがしますけどね。それでもこういう歴史、反目の歴史が。まあ、なんていうか、ロシアっていうのは、粗暴ですよね、やることが。本当に粗暴ですよね。日本もね、敗戦の時にやりましたけど、満州で。はいはいはい、やりましたね。まあそういった歴史を見ていかないと、今起こっている時代もなかなか起こらないですよね。わかりました。で、またこの続きがあるということで、はい、また改めて、茂木先生に歴史を語っていただくという。はい。はい。お楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。はい。